糖質制限白菜ナムルを作ります。白菜 60g は耐熱皿に入れラップをし、500ワットのレンジで1分ほど加熱します。加熱した白菜。唐辛子1本。塩昆布 5g。ごま油大さじ1。いりごま適量。 15回ほどブンブンしたら完成です。